皆さんこんにちは。ミュージシャンで有名な谷村新司さんが10月8日に死去されました。葬儀は15日に近親者のみで営まれたそうです。シンガーソングライター、さらにはタレントとして活動している谷村新司さんはフォークグループのアリスのリーダーというイメージも強いかもしれません。そんな谷村新司さんの息子が過去に逮捕され離婚していました。その裏にある大物女優の存在があったと噂になっています。今回は谷村新司さんと仲が深かったある大物女優について紹介していきます。谷村新司さんが公の場に姿を見せなくなったのは今年3月のこと。急性腸炎の手術を受け大事をとって療養することを事務所が公表しましたが、症状や休養期間は不明とされました。3月の手術後は地方でのイベントや渋谷タワーレコードでのポップアップショップの1日店長などを欠席。5月にはアリスの全国ツアーの延期を発表しました。さらに6月には恒例だったクリスマスディナーショーの休止を早々に発表し、年内は治療に専念すると伝えていました。3月以降、腸炎以外の病気も次々に見つかったそうです。さらに予想外なことは続き、谷村さんの体質が少し特殊で病気との相性が悪かった。治療は困難を極め、日を追うごとに回復の可能性が狭まっていったと聞いていますと谷村新司さんの友人は語っていました。半年以上に及んだ入院生活は事務所の社長であり谷村新司さんのプロデューサーでもある妻が付きっきりで看病していたとのことです。最初に腸炎と発表して以降、何のアナウンスもなかったのは奥様の意向です。本当の病状は世間に伝えたくなかったのでしょう。10月8日の早い時間に病院から奥様へ危篤状態である旨の電話が来ました。そしてその夜に息を引き取ったのですが、最後は2人の時間を過ごせたそうですよ。どんな時も谷村さんの決断を尊重し支えてきた奥様でしたから、闘病生活を終えた谷村さんにねぎらいと感謝の言葉を伝えたのでしょう。谷村新司さんは4人家族で妻と2人の子供がいます。谷村新司さんの知人は家族については思い残すことだらけだと思います。どうしてこんなことになってしまったのかと話します。谷村新司さんを悩ませていたのが長男の存在です。谷村新司さんの息子の名前は谷村大輔さんと言います。谷村大輔さんは事務所のアートディレクターとして CD ジャケットのデザインなどを手掛けていました。谷村大輔さんの嫁のり子さんは在日3世とも言われており、元会社経営者の方だそうです。谷村大輔さんは「週刊文春」より2018年11月に盗撮事件で逮捕されていたことが報じられています。週刊誌の記事では過去に2回にわたり女子トイレで盗撮を行っていたことが報じられていました。しかもその現場というのが谷村新司さんの嫁貴子さんが経営している所属事務所で、当時は谷村新司さんも大輔さんも所属をしていたようです。このことが原因で谷村大輔さんは所属事務所を退所。さらに谷村新司さんは大輔さんに絶縁宣言をしたとも噂されています。そのため大輔さんは谷村新司さんの葬儀にも姿を見せなかったそうです。谷村新司さんの息子大輔さんですが、嫁である典子さんとの間に子供が生まれていました。2011年に生まれたタントさんという息子がいたようです。しかし現在は大輔さん夫婦は離婚をしているようです。おそらく盗撮騒動の事件の影響もあったのでしょう。谷村新司さんの息子大輔さんですが、嫁である典子さんとの間に子供が生まれていました。2011年に生まれたタントさんという息子がいたようです。しかし現在は大輔さん夫婦は離婚をしているようです。離婚理由は分かっていませんが、この逮捕と関係があると思われます。そんな谷村新司さんの訃報に天海祐希さんがコメントを出しました。谷村家の長男の称号を頂戴しております。指テージ上では光り輝くスターとしての谷村新司さん、聞いている私たちを一瞬で別世界に連れて行ってくださいますが、普段の谷村パパはあのまま穏やかで温かく面白く頼もしい人生の先輩です。ご自宅はもちろん軽井沢でのレコーディングにもなぜか私旅行気分でちゃっかりお邪魔したりして、あ、長男ですから谷村さんは人と人、心と心、歌と思い出、文化と文化、何かをつなぐ役割が終わりになるのではと常々感じているのです。どうかお元気で素敵な歌を作り歌い続けていただきたいですし、私は憧れの眼差しで見つめていきたいです。そんな天海祐希さんと息子の大輔さんに不倫の噂がありました。天海祐希さんと大輔さんではあまり関係性がなく、この当時天海祐希さんはドラマや映画などで多忙だったため全くのガセネタと言われていましたが、過去に天海祐希さんがチャゲ&アスカのアスカさんと交際の噂が出たため信憑性が増すことになりました。アスカさんというとプライベートでは1987年にアスカさんが一目惚れした元アナウンサーの女性と溺婚、同年12月に長男と89年7月に長女が誕生しました。しかし2014年5月に覚醒剤取締法違反で逮捕された一報は日本列島を震撼させた。さらに10年間にも及んだ愛人とシャブセックスに溺れ、法廷で愛人からは赤裸々なジョージをぶちまけられる始末。それでもアスカさんは法廷で愛人を大事な存在と胸中を明かし、ついには本妻に見下り犯を突きつけられ2017年6月に離婚に至りました。アスカの女癖の悪さは今になって始まったわけではなく、今から20年以上も前のことです。女性週刊誌がアスカと女優天海祐希との不倫疑惑をスクープしました。根っからのチャゲ&アスカファンだった天海祐希さんは最初は追っかけ的な存在のようだったそうです。次第にチャゲ&アスカの楽屋へ天海祐希さん直々のお手製料理の差し入れを度重ねたそうです。さらに天海祐希さん自身のコンサートではチャゲ&アスカの曲を熱唱し、舞台にチャゲ&アスカを招待していたそうです。そんな天海祐希さんの女心にいつしかアスカさんは惹かれ、親密な関係に発展したそうです。東京赤坂の高級韓国料理店で逢瀬を重ね、仲間内ではアスカさんが僕の彼女と天海祐希さんを紹介していたそうです。幸せもつかの間、トップアーティストの不貞は余儀なくすっぱ抜かれました。報道を受けアスカさんはフジテレビ系のワイドショーに出演し、天海祐希さんとはしょっちゅう会っているのは事実とあくまでも友人関係を強調しました。しかし全部嘘と記事の内容を真っ向から否定。その後天海祐希さんはアスカさんに一方的に関係を解消され昇進に浸ったそうです。この事件から天海祐希さんは不倫にはまってしまったようで、少し悪い妻子持ちの方が好みになってしまったようです。そこで谷村新司さんの息子の大輔さんに目をつけ不倫に走ってしまったと噂になりました。天海祐希さんはアスカさんとのシャブセックスにはまり、大輔さんともそういった行為を続ける中で大輔さんの奥さんにバレてしまい離婚に至ったのではないかと言われています。大輔さんの盗撮は今回が初めてではなく過去に何度かしていたようですが、谷村新司さんが被害女性に頭を下げ示談で済ませていたようなので、これが逮捕されたから絶縁とは考えにくいため天海祐希さんとの不倫が絶縁の決め手なのではとネット上で言われていました。いかがでしたか？今回は谷村新司さんと息子の大輔さんの逮捕、天海祐希さんとの不倫絶縁の真相について紹介しました。谷村新司さんのご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。